Thank you.
戦争の何たる幸福、兵隊の何たる幸福、他の草取りより戦争は楽だ。班長はお母さん、兵隊は子供たち、草履を捨てて革靴を履いた一人の部下は顔の半分をなくしてしまった。私は見た。夏の真っ盛り。私は飢餓と安堵と不安と痛みによろめき、私の体はその時大きくよろめき、視界は傾いて、海が右手の原則にざばり積もり上がって、レーテの海、イブヤンの海を眠れ眠るがいい。急ぐえ、ソロモンの海を、兵たちの魂と共に静かに眠るがいい。戊辰戦争、航海の海戦、日清戦争、日露戦争、シベリア出兵、山東半島、満州事変、沼毛藩、盧溝橋、支那事変、上海、北京、南京、ハンカオ、シンガポール、ジャワ、ボルネオ、ガダルカナ、アッツ、キス、ヨウト。戦争とは血の滴り、血の匂いの飲めり込む集団的飢餓の幻。朝岡瑠璃子が赤いマニキュアの指でつまんだ一本のタバコ、この煙と赤い唇の間に夏の世界の幻が立ち上る。ためよ、ためるがいい。幻よ、恐怖の夢よ、沖の奥に各地の権現様、何とぞ本当の風に合わせてください。海の幸、山の幸を与えてください。天一の常備より、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 天一の常備より。
これはもう金にならないくさであったの。誰も売り買いもしなかったし、小売業者のイワシ取りに行くでしょ。あの売るに行くわけさ。そうするとサービス品としてね、これを持って、そして行って、イワシ買ってくれた方にこれをくれると。サービスする。そういうふうな、まあ昔のやり方ね。 Thank you.
Thank you.
Thank you.